25号ソロを放った、ドジャース・ガーディアンズ、日時間7日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手が6日、日時間7日、4度コロチで行われた、ガーディアンズ戦に、1番、指名打者で、先発出場し、6回の第3打席で5試合ぶりの45号を放った。すでに46盗塁を記録しており、史上初の45塁打&45盗塁、45から45に到達した。1点を追う6回1し、左腕のマシュー・ボイド投手が投じた 88.8 マイル、約143キロのシンカーを捉えた。バックスクリーン左へ豪快な45号。打球速度 111.2 マイル、約179キロ、飛距離413フィート、約126メートル、角度38度の一撃だった。衝撃の一撃に、ドジャース放送局、ネットロサンゼルスの解説で、元米ソフトボール代表、アテネ五輪金メダリストのジェシカ・メンドーサさんは、この塁打で、まさに感心することは、前回の打席でスライダーを投じられましたが、自分の打てる球を探して、シンカーを打ったことです。彼の修正力ですねと脱帽した。実況のスティーブン・ネルソン氏は、これで45から46になりました。50から50まで、あと5、4盗塁です、と興奮気味に続けた。メンドーサさんは、左打者を圧倒している投手から打ちました。投じられた球もタフでした。そしてこのスイングです。2フィート、約61センチも離れた、曲がった球を打ったように見えるので、馬鹿げているように感じますと驚きを隠せなかった。相手投手のボイドは、大谷に塁打を打たれるまで、対左打者は、被安打1で被打率、.063 だった。大谷の圧倒的な打棒に、地元放送局も、ただただ敬意を示すだけだった。フルカウント編集部。